2015年受賞のブリストルの町並み欧州グリーン首都賞は欧州連合の欧州委員会環境局が主催している環境分野の自治体賞欧州グリーン首都欧州環境首都賞欧州環境首都ヨーロッパ緑の首都などとも2008年5月22日に創設され2010年から選考が行われている欧州連合が主催する賞ではあるが ヨーロッパ全土の自治体が対象であり、毎年1都市が受賞している。2006年5月に、エストニアのタリンで行われた会議において、タリン市長が構想を発案し、タリン、ヘルシンキ、リガ、ビリニュス、ベルリン、ワルシャワ、マドリード、リブラナ、プラハ、ウィーン、キール、コトカ、ダートフォード、タルトゥ、グラスゴーの15都市と、エストニア都市協会の代表が、欧州委員会に、 都市環境の改善奨励制度の創設を呼びかけた。これを受け、欧州連合の欧州委員会環境局は2008年に5月22日に欧州グリーン首都省を創設した。持続的な開発に向けて先駆的な取り組みを行い、環境に配慮した都市も、モデルとして認められた都市に与えられる。気候保全、交通、都市緑化、自然。 生物多様性など12項目の指標を利用して審査される。2015年度まではヨーロッパ全土における人口20万人以上の都市に応募資格があったが2016年度からはヨーロッパ全土における人口10万人以上の都市に応募資格が変更された。400以上の都市が欧州グリーン首都市をの応募資格を有している。分野の指標があり、応募都市は 各指標についての業績や今後の計画をアピールする。欧州グリーン首都賞を受賞することは観光の振興や国際的な知名度の向上、環境関連プロジェクトの促進に影響があるとされている。最終審査には欧州委員会、欧州環境庁、ICLEI、欧州交通、環境連盟、EU 加盟国首と連合。 EU 地域評議会の6社が参加している。人口10万人以上の都市を対象とする欧州グリーン首都省とは別に2015年から人口2万人から10万人の都市を対象として欧州グリーンリーフが選考されている。ありがとうございます。